はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。実はですね、もう酒にね、もうジントニックをね、作ってね、もうジントニック3杯ぐらい飲んでね、プラス、ライムのね、焼酎割りを飲んでね、もう、だいぶ酔っ払ってるんですが、また一体、飲んでいきたいと思います。今日は、宝焼酎の、ストレートで美味しい梅割りというね、これ前回飲んだ、この梅の香ゴールドのね、これのいわゆる市販品版みたいな感じのね、やつです。焼酎の梅割りを、これで再現したってやつですね。まあ、俺の好きな宝酒造の株式会社ですけども。梅割りはほのかな梅の風味が楽しめる東京下町で人気の焼酎の飲み方ですと書いてあります。原材料が焼酎と糖類と酸味料と香料とカラメル色素でアルコール度数が 12%。これはね、梅は入ってない無果汁のやつです。ね。あ、瓶のね。瓶のやつになってます。珍しい。値段が200円ぐらいとか。よいしょ。美味しいか。そんじゃ乾杯。ん？なんだこりゃ。え？うわ。ん？ほとんど、なんかすっごい水っぽい。水っぽいっていうか、本当に水っぽい。口当たりがほとんど水ですね。で、ほのかに甘い。で、なんか桃みたいな香りがする。梅っていうかなんか桃っぽいな、なんか。ん？なんか桃っぽい、ほんとに。梅か、これ。うん。あ、桃っぽい。桃の香りがする、なぜか。梅割りで、宝で、くぐりましょう。2013年の8月の20日に発売されたみたいですね。5、60代を中心とするシニア層は辛口、無炭酸の味わいを求めています。宝焼酎をベースに使用し、ほのかな梅の風味が楽しめる商品です。アルコール度数は12度と、カップ入り香類焼酎のラインナップに比べて低めに設定しており、ストレートでお楽しみいただけます。容器にはガラス瓶を使用することで、一升瓶の焼酎にグラスを注ぎ、梅シロップ、カッコ、エキスを加えるという大衆酒場の世界観を表現しています。うん。梅シロップ。東京下町で愛される、香類焼酎の梅割りに使用されるシロップ。店によってその味わいは異なるが、ほんのりと梅の香りがすることや、梅酒のような黄金色をしていることが特徴。うん。焼酎の梅割りは東京下町の大衆酒場で長きにわたって愛され続けている飲み方で、香類焼酎本来の美味しさを最大限に活かせる味わいが支持されています。近年5、60代を中心としたシニア層に辛口で無炭酸の味わいが求められているという傾向にあります。当社では、
高原焼酎の梅割りを新しく発売することにより、高類焼酎の市場の活性化を図るとともに、カップ入り焼酎ユーザーではだけではなく、高アルコールでドライな味わいを求める、辛口ユーザーをはじめとする新規ユーザーの獲得も目指してまいります。値段が160円。うん。うん、まあ、微妙だな。正直言うとちょっと微妙ではあるな。ああ。でも確かに微妙に甘いんで、なんていうかな。なんだろう。本当にほんのり甘い。だけど香りがすごい、それ以上に甘いですね。香りが甘ったるいみたいな。甘ったるいってこともないけど、桃みたいな香りがするね。桃っぽい。うん。うん。やっぱ東京の下町では基本的になんか客が酔っ払うともうそれ以上酒は飲ませないみたいですね。へえ、なかなかあれですね。気が利いてるというか、まあ客が酔っ払ってもな、あれだもんな、対応に困るからな。それほど、泥酔されても困るってことなんだ。でも本当にこれなんか水みたいだね。口当たりが本当に水みたいだ。すごいな。ほとんど、口、含んだ瞬間は、水かって思うんだけど、飲んでみると、ほわーっと、ほのかな甘みが漂い、香りもなかなか強めの、桃っぽいような、梅っぽいような、なんかよくわからない、香りがする感じですね。うん。うん。うん。これさ、関係ないんだけど、今度、百均かなんかでさ、下にさ、前回の梅割りの、下町で、よくある梅割りの、作り方をちょっと表現して、作ってみようかな。どうやら、グラスはね、ツーショットグラスっぽいですね。ワンショットだとちょっと少ないんで、ツーショットグラスぐらいのグラスで、で、下に小皿みたいなのを敷いて、
で、どうやら金宮焼酎を使うところもあれば、宝酒造の焼酎を使うこともあるみたいですね。でもまあ一応金宮がまあ一般的みたいな感じですか。うん。なるほどね。ほうほうほう。一応、まあなんか、でも金宮焼酎若干高いんだよね。うん。まあ俺は普通に、普段飲みは大体宝酒造の宝焼酎なんですけど。うん。宝焼酎も普通に癖がなくて飲みやすいんですけどね。うん。ただ、金宮に比べるとちょっと癖があるかなって。でも、一般的に香類焼酎って、で言うと宝焼酎はかなり癖がない方なんですけど。まあ、金宮焼酎はさらにそれよりかコクがないっていう、ものすごい、ほんとコクがないじゃねえか、癖がないっていうね。ある意味すごい、癖のなさなんですけど。まあ、これはなかなかね、でもこれ 200ml なんですけど、一般的に梅割りって、この半分ちょいなんだよね。だから大きさで言うと、6割ぐらいか。違う、半分ちょいじゃないや。間違えた。半分以下ですね。3分の1ぐらいか。60ml ぐらいだから3分の1ぐらいですね。ちょい。3分の1ちょいか。こんなもんか。俺、そんなグラスあったかな？この見たけのグラスが、ちょっと近い。でも結構大きいよな。100ml ぐらいはあるな、こんな。ちょっとでかい。グラス、俺そんな、ショットグラスはあるんだけど、ダブルショットグラスこれか。これちょっと変に細いよな。クエルボのショットグラスというかダブルショットグラスか。ツーショットグラスですね、これね。これが確か、ツーショットグラスだったから 60ml なんだよね。俺そんな微妙なグラス、ツーショットグラス見ないぞ。ほとんどないぞ。しかもちょっとロックグラスっぽいような幅広のグラスで、ちょっと幅広のグラスで、うん。60ml か。100均でちょっと探してみようかな。ちょっと俺結構あれなんで。グラスマニアなんでね。うん。結構グラスマニアなんですよ。本当にいっぱい、無駄にね、グラスが腐るほどあるんで。まあちょっと酔っ払ってますけどね。まあでもやっぱジントニックはうめえな、やっぱな。ジントニちゃんね。ジントニちゃん。もううますぎて3杯ぐらい飲んじゃってさ、ライムを4分の1にカットして、それをビャーってやって絞って、ジン入れて、トニックウォーター入れてって、やってたらあまりにちょっとうますぎてね、ついつい3杯も飲んでしまい、やばいですな。やばいですな。
まあ、まあ今度、梅のね、この梅の花ゴールドの、まあ、これの似たような梅シロップをちょっと買ってこようかなと、思いますんでね。それをまた手に入れたら、またちょっとレビューして、ね、焼酎で、焼酎にちょこっと垂らしてね、飲むっていうやり方でちょっと飲んでいきたいと思いますけど。まあでも結構口当たりが良かったけども、なんか梅っていうよりはなんか、桃っぽかったな。香りが桃っぽかったな。なんか、桃っぽかった。大丈夫か？コクはまあないでしょう。甘みはまあ、ほぼないでしょう。甘みは、若干あるけど、まあ、そんなにないよね。どちらかというと香りが若干強めのものですが、まあ、これは、微妙だな。これ微妙だな。2243です。ご視聴ありがとうございました。